NHK アナウンサーの阿部渉、お前何やってんだよ。週刊誌の報道では偽名を使ってホテル予約して真昼間から局内の30代の女性と不倫してるだって。阿部お前何やってんだよ。でもさ阿部、ここチャンスだよ。前向きに考えていこうぜ。まず次の政見放送では俺は不倫、路上、カーセックスに続いて不倫、局内、偽名セックスとか言わなきゃいけなくなった。みんなこんな話好きなんだよな。他人の下のネタ大好きなんだよ。俺もこんなこと言いたくないんだけどさ、阿部がやるからさ、次の政見放送やるしかないんだよ。